12月6日、水曜日、発売される乃木坂46のニューシングル、モノポリに収録される、古希声楽曲、いつの日にか、あの歌を、のミュージックビデオが、11月27日、月曜日正午12時、乃木坂46オフィシャル YouTube チャンネルにて公開されることが決定した。ニューシングル、モノポリからはすでに、表題曲、モノポリのメガボルトが公開中で、本楽曲が2曲目のメガボルト公開となる。本楽曲は12月3日、日曜日まで開催中の、乃木坂465期生ライブ公演、新参者ライブアットシアターミラノ座にて披露中。バル、楽曲のセンターは、乃木坂46の最年少メンバーである小川彩が務めている。なお、今回の、いつの日にか、あの歌を、メガボルト公開に続き、11月27日、月曜日、12月3日、日曜日、には、新参者ライブアットシアターミラノ座のオンライン配信も決定しており、ますます盛り上がりを見せる乃木坂465期生。今後も注目を集めていくに違いない。